いよいよ徳川の軍が迫っております。その数およそ15万。15万。城の状態を考えるに籠城策はもはや取り得ません。野戦による一大決戦にて家康公を討ち取る。我が軍の勝機はその一点のみ。承知しました。勝てる見込みはあるのでしょうか。勝ちます。そうですね、雪村。はい、必ず。これで終わる。いいえ、まだあの男がいる。じゃ、始めっか。そうか。真田幸村、参る。はいはい、やりゃいいんだろ。私と共に行こう。
て、そんじゃ行きますかね。雪村様、そなたたちもよくぞここまでついてきてくれた。礼を申す。雪村様。何改まってんの。別れの言葉みたいなのいらないよ。思えばそなたたちとも長い付き合いとなった。そうですよね。雪村様はもう小さい頃から無茶で。それを言うな。一度は本気でやり合ったりもしたしね。あんたそれ自分で言う。やはり言わせてくれ。いろいろなことがあったが、私の元にいてくれたこと感謝している。雪村様。だから今さらだって。家族ってそういうもんでしょ。うん。ああそうだ。さあ行こうぜ。霧のために足並みが揃わなかったとはいえ、こうまで戦況が悪いとは。放っておけば味方は総崩れだ。急ぎ前進するぞ。勝負ならこの霧に乗じて雪の様はやらせねえ。うちらが家族ならあんたは私のハートか。こっちから願いされない。何切ってるなら雪村さんの姉上みたいな。うっせーな。もう仕事しろよ。豊臣に後藤又兵衛あり。俺がおる限り大阪城は落ちるぞ。後藤又兵衛は雪村と並ぶ大阪の要よ。奴を撃たば伊達の武名も上がろう。伊達全軍進撃せよ。狙いは又兵衛が首じゃ。敵は猛将後藤又兵衛です。そうやすやすとは。武名に落ち着いては奴が思うつもじゃ。ならばわしが出る。弾けない雪村殿。しかしまだ七つ山には又兵衛殿が。以後さらに精進せよ。伊達の小っ端が気負ったか。荷上げにその首置いていけ。バカめ、貴様のような戦国侍は時代遅れよ。鉄砲隊撃ち方始め。雪村、後のことは任せたぞ。敗北条件変更。信頼は私が務めます。雪村殿、まさか死ぬ覚悟で。命を捨てるつもりなどありません。私はチャチャ様をお守りせねばなりませんから。毛利勝長と明石照澄は雪村に次ぐ大阪城守りの要じゃ。おいおい。
る。何としても逃がしてはならん。必ずここで討ち取るのじゃ。追撃の指揮を取るのは正宗殿か。これはやはりストーキング。面目なし。引かせていただく。このぐらいどうってことない。勝利を我が手に。二度と不覚は取らぬ。正宗様のもとへは行かせるぞ。建物の忠義と心意気、確かに見とくな。全力で追いていたす。開門。関東勢100万と将来、男は一人もなく揃おう。おとなしく引いておればよいものを。この度もまた大軍をものともせず敵陣を目指すか。バカめ。申し上げます、木村重成殿。大阪城北東にて討ち死に。重成殿までも、なんてことだ。敵の逃げ足が落ちたぞ。今のうちに追いつけ。十分時間は稼げたか。すすきだ早殿将の死に様を見よや。開門。重成殿の無念を思うなら賭けよ。この場を生き抜き、次の戦に備えるのだ。そうだな、雪村殿。一人でも多く大阪城に戻ることが肝要。敵はまるで崩れない。これじゃ追いつけないぞ。貴様一人の武勇や策ではどうにもならん。なぜわからんのじゃ雪村。テルズミを逃がすな。好きだ金助、爆老ぶちが気にしてたんだ。無事ってのはこれだから。叩き渡ってやるよ。この先は進ませぬ。仕掛けてきたな、ショウ。危ないところでしたね。助かりました。感謝いたします。別に、俺は仕事をしただけだよ。分をお祈りいたす。押し通る。それでこそ雪村様だよね。
こはお任せあれ。急ぎ退却を。まだまだ拙者は退却いたす。強い。忍びる用意をしておいた方がいいのやもしれません。チャチャ様をご説得し、その役目はお任せします。ヘルズミ殿、私は勝利がため突き進むのみ。押し込む。これぞ真田の戦ぶりよ。半蔵殿はやはり油断ならぬ。サスケ、無理をするな。死ぬぞ。覚悟。勝利を我が手に。など育てるのではなかった。やはり野に打ち捨てておくべきであった。言って言い草。そりゃ恩をあだで返してるけど、せめて忍びとしての道など示さねば。こんなことにはならなかったのにって。らしくないね師匠。俺は雪村様の忍びとして戦えることが誇らしい。この生き方を与えてくれて感謝してる。サスケ。だから行くよ。来い。そっか。